やっぱり、立花隆氏のことをもちろんなんかこう嫌いだとか、ちょっとどうかなと思っている方もいらっしゃると思います。私はまあもっとそういう人が多くて、まあ多少心配はしていたんですが、発表したところですね、多くの人からむしろすげえいいじゃんという声をいただいております。それが私は今のところの民意だと思っております。私たち翼の党は、そのような情勢も鑑みて、諸派は小競り合いをやめて、国政政党でやってくれている旧 N 国党に集結すべきだと今回考えました。しかも今回、立花隆氏は、俺はもう選挙に出ないと彼は言っています。多分、出ないんでしょう。であれば、新しく入ってくる人たちで、どん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 みんなが成長して、どん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 当選していったらいいじゃないですか。で、別に、N 国、NHK の問題だけじゃなく、いろんな政治団体が解決したい問題をみんなで解決していこうということですから、別に私も NHK は潰れていいと、今のような NHK だったら潰れていいと思いますので、NHK の問題は旧 N 国党が頑張ってもらって、私たちは私たちがやりたい、国際金融資本と戦うとか、今の、金融バブルに膨らんだ経済を変えていくとか、そういうこともやりたいわけです。私はくだらないプライドを捨てて、各諸派の代表は支持者の人たちの幸せ、そして日本国民の幸せのために動いてほしいと。戦うべきは諸派同士じゃないだろうと。既得権益者や国際金融資本をぶっ壊すために、みんなで協力していければと思います。